ギアッチが出かけた時と変わらずよく眠っているよ。素材の方はどうだい？なんとか手に入れることはできました。あとは私がうまく薬を作れればですけど。不安なのかな？はい、私の肩にうずめさんとこの世界の運命がかかっていると思うと震えが止まらなくて。ヤッチが全て背負い込むことはないさ。うずめが勝てなかった時点で世界の運命は決まっているようなものなんだ。ダメでも誰も文句は言わないさ。だから気負わずやってみるといい。ああは言ったけど、うずめもこの世界も救われてほしいと願いたいものだ。さて、俺は俺でなすべきことをなそうか。ヤッチ、うずめを頼んだよ。最後に粉末状にしたこの素材を配合してと。あとはこれをうずめさんの傷口に塗って、それと火付け薬としてお姉ちゃんからもらったスペシャルネプビタン V2 を飲ませてと。これでよし。ネプギア、薬はどう？あ、お姉ちゃん、ちょうど今完成した薬を飲ませたところだよ。あとは娘さん次第ってところかな。よかったって言いたいところなんだけど、実何かあったんですか？実はさっきまでクロちゃんとマジコンヌの警察に行ってきたんだ。そしたらよ、マジコンヌのやつダーク女神と一つになりやがった。一つにって、つまり融合したってことですか？話が早くて助かるぜ。今までのダーク女神ってのはマジコンヌの命令に従うだけのデク人形だったんだ。だが今回は違うぜ。ダーク女神と融合することで自由に動かせる巨大な体と力を手に入れちまったんだからよ。しかもだ、最悪なことにゆっくりとだがこっちに向かってるんだよ。そんな、まだ娘さんも目覚めていないのに。ならモンスターたちを早く避難させねえと。娘さん、目を覚ましたんですね。身を呼んでくれ。近くに住むモンスターたちを避難させねえと。まだ傷だって治ってないのに。だが早く知らせないと。逃げ遅れる奴が出ちまう。知らせなきゃいけないんだ。なら私が代わりに行きます。だから娘さんはダーク女神との戦いまでに体を少しでも休めてください。何言ってるのさ、ネプギア。この体でうずめがダーク女神と戦うなんて絶対無理だよ。私もそう思いますけど、そう言ってもきっと素直に聞いてくれませんよね。分かってるじゃないか、ヤッチ。仲間がラスボスと戦ってるってのに、のんきに布団で寝てるなんて。お姉ちゃん、ダーク女神はどのくらいでここに到着するかわかるかな？1日はかかるんじゃないかな。結構距離もあるし、まだ新しい体に慣れてないせいか転びまくってて。ならあと1日、娘さんは体を治すことに集中してください。私は避難誘導をしてきます。でっかいね、プチ。折り入って頼みがある。頼み？はあ、ギアチンはね、
避難誘導が終わったけど、もうこんな時間か。お風呂から上がる頃にはもうみんな寝てるかな。よ、ギアッチ、お疲れ。俺も一緒にいいか。コスメさん、ダメですよ、まだ寝てなきゃ。ずっと寝てちゃ体も鈍って、いざという時に動けないと困るだろう。まだ絶対安静なんですから、無理はしないでくださいね。分かってるよ。で、あれ、お爪さん、その格好恥ずかしくないんですか？お前らのおかげで晴れた。恥ずかしいって言っても人前で裸になることだしな。それにさえ慣れちまえば、あたりに誰もいないんじゃこんな格好恥ずかしくもなんともねえよ。レイだ。俺を助けてくれたのギアッチなんだってな。だからその礼を言わせてくれ。私だけじゃありません。お姉ちゃんもクロワールさんもウミヨさんも他のモンスターもみんなが頑張ってくれたおかげです。なのでお礼ならみんなに言ってください。もちろんマジコンヌを倒した後でですよ。ああ、もちろんだ。今だから言えるんだが、ギアッチ、お前たちに会えてよかった。きっと俺一人じゃここまで来ることはできなかったと思うんだ。改めて言うけどさ、ネプッチとギアッチに向こうの世界に来ないかって誘われてすごく嬉しかったんだ。ギアッチたちの世界に行けたらどんなに楽しいか何度も何度も妄想したんだ。実はウミオたちも俺が行きたいなら行ってもいいって言ってくれて背中を押してくれたんだけど、ダメだった。少しだけどシェアを取り戻すたびに記憶が蘇るんだ。俺が女神としてたくさんの人に囲まれている姿や、綺麗でみんな幸せそうに暮らす俺の国がさ、そんな思い出を見ちまうとさ、今まで以上に愛着が湧いてさ、余計この世界を捨てていくことなんてできなくなったんだ。だからさ、ギアッチ、改めて力を貸してくれ。俺はこの世界を救いたい。俺と一緒にマジェコンヌからこの世界を救ってくれ。もちろんです。だって私たちの出会いもその約束で始まったんですから。だから一緒にマジェコンヌを倒して救いましょう、このゲーム業界を。勝負の時間だ。娘さん、
体は大丈夫なんですか？ああ、ギアッチのおかげですこぶるたぎってるぜ。それにでっかいネプッチにスペシャルネプビタン V2 を大量にもらって浴びるように飲んだからすこぶるたぎってるぜ。はい、浴びるようにってどのくらい飲んだんですか？ドラム缶一杯分くらいだな。途中鼻血が出たけどかっこよく飲み干してやったぜ。あ、だからドラム缶が薬臭かったんですね。ってドラム缶？あれはそんなに大量に飲むようなものじゃありませんよ。てかお姉ちゃんもお姉ちゃんだよ。うずめさんに何飲ませてるの？いや、だってうずめが飲みたいって言うからさ、つい張り切って作っちゃったよ。テヘペロテヘペロって？俺が無茶を頼んだんだ。あまりでっかいネプチを責めないでくれ。ギアッチは絶対止めただろうからな。けど一晩で直すにはあれくらい無理はしょうがないさ。それに今度こそ最後の戦いなんだ。やれることはやっておきたかったんだ。レーダー、海王はどこにいるんだ？こんな大事な時にいないなんて珍しいな。そういやモンスターどもも見かけねえな。まさか逃げたんじゃないだろうな。やっと標本から出してもらえたんだ。海王はそんなやつじゃねえよ。まあ海王は海王なりになんかあんだろう。ギアッチ、状況の説明と作戦を頼む。はい、現在ダークメガミは大量のモンスターを引き連れてゆっくりと進軍中です。そして私たちですがシェアリングフィールドを展開するため娘さんをダーク女神の正面まで連れて行く必要があります。ですが正面から挑んでは迎撃されるのでこの先の廃墟でダーク女神を待ち伏せて通りかかったところで奇襲を仕掛けダーク女神だけをシェアリングフィールドに隔離してザコとの戦闘を極力最低限に抑えます。いい作戦だ。その方法なら確実にデカブツに近づける。そして廃墟でのモンスターの梅雨場内でおとりは私とお姉ちゃんが担当します。娘さんはなるべく体力を温存しながらとにかく気づかれないように身を隠してください。あ、わかった。頑張ろうね、二人とも。よし、どうやら俺の役割はないな。なら高みの見物とさせてもらうぜ。それはダメ。クロちゃんは私と一緒に最前線でしっかりとこの世界の歴史を記録してもらうんだから。おいおい、マジかよ。どうせ失敗すればこの世界ごと消滅するんだ。どこにいても変わりはしねえよ。ああ、もう終わったよ。いいか、やるからには絶対勝つんだぞ。そして俺を優先して守ること。いいな。まったくクロちゃんって素直じゃないんだから。それでは行きましょうか。ああ、俺たちの最後の戦いの始まりだ。ネプギアです。ネプギアさんの顔芸成分から生まれました。いいセンスだ。死死粉陣ジェット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 
ドイツにしようか。よし、撃破。次。防御。俺の番だな。